こんにちは。1万人の運命を好転させた開運コンサルタント浅野美佐子です。密教32年の学びの中から魂を覚醒させる潜在意識を使うということで愛、お金、人間関係、仕事などあなたの悩みをギフトに変えるお手伝いをしています。どうぞよろしくお願いいたします。 えっと、ヤギ座の満月、7月21日、19時17分ですね。ヤギ座の満月ね、今回はとってもスペシャルなんです。それはスペなぜスペシャルかって言ったらね、6月に続き2回目の満月になるんですよ。そしてね、満月っていうのは満ちるっていう、達成っていうのがキーワードになるじゃないですか。なので、仕事であったりとか、目標達成がある意味、満ちるっていうのがキーワードになります。さらに、 ご自身がお仕事を満ちたいなって、やっぱ思う、思うはね、もっともっと満ちたいなって思うのであればですね、あの、自分のね、キャリアの見直しであったりとか、自分のね、目標の見直しをされるといいと思います。満月でね、お願いはしないです。うん、これなんかカむ言ってるけど、お願いはしないですよ。自分のキャリアの見直し、自分の目標の見直し、そしてね、 こうね、ああ、ちょっとやばって思うことがある人は、このピンチがある意味ブレイクスルーのチャンスになります。なので、本当にね、なぜ6月に続き2回満月があるかっていう、ここに意味があるんですね。それは、再度リ、トライするための見直しですよ。お願いじゃないよ。見直しをするためのね、満月ですよっていうことですね。 満月はいつも言ってるけど、やっぱりね、自分を浄化する。やっぱり人間浄化ブロっていうのを必ずしてください。人間浄化ブロはいつも言ってるけど、ネットで浅野美砂子人間浄化ブロって検索してください。そしたらすぐ出ますね。そして満月水を作ってください。で、今回は自分の中の見直しっていうことなので、やっぱりね、自分でこう飲むための満月水。そしてね、 お風呂に入れる満月水っていうのをね、日本作って、なるべくもうすぐに使い切るっていうことをしてください。そして、ね、空間を浄化するということでですね、今やっぱりこうお盆に近づいてるっていうことは、ご先祖様、戻ってきやすい状態にするために、いいのはね、お香なんですよ。日本のね、本当に上質なお香を使ってください。お香で浄化をするっていうことをされるといいと思います。そしてね、 パワーストーを持っている人は、さらに浄化を念入りに。ということで、パワーストーを置いているクラスターっていうものがあると思うんだけれども、そのクラスターを、の上にパワーストーを置いてですね、そして満月に当てるっていうことをしてください。そして、お札の浄化。もう皆さん、診察に変えました診察に変えていても、満月浄化してください。これね、もう この満月にしかできないことよ。すごいことなんですけど、スペシャルな満月にお札を浄化することによってね、やっぱりね、キューアップにつながります。だから、今持ってるね、診察ね、診察をぜひぜひ、もう、あれだけ全部浄化してください。そしてね、それをお財布にインしてですね、使っていくっていうことをしてください。まあ、お財布は、 言うまでもなく、綺麗に添えてくださいね。綺麗に拭いて中をトントンしてゴミ全部出して、もうカードは最低限にして、もうお札だけにするっていう形でね、ちょっとやってみてください。やっぱりね、診察のパワーってすごいです。やっぱり私はね、あのー、二日目におろしてね、なんかありがたいなって思ったんですね。変えていただいてありがたいなって思って。で、またね、えー 一昨日ぐらいにまた変えたんだけれどもね。やっぱりね、あ、いいなって思いました。なので、診察をねこう、さらにパワーアップする。で、そのパワーアップした診察を使う。これが循環ですね。お金ってある意味使うもんじゃないですか。ね、自分のところでずっと留めていくものではないです。なので、その診察を使っていくっていうことですね。これはぜひぜひしてもらったらいいと思います。満月のパワー、診察のパワーが相まって、 キーンアップになります。そしてね、最後にやっぱり満月は感謝です。なので、感謝リストを書きましょう。感謝リストっていうのは、あなたが感謝したい人っていうのを書くんですよ。誰ですかっていうことでね、書いていくわけ。そしてね、感謝したい人を書いた上でね、その感謝したい人に対してね、メールとか LINE とかを送るっていうことをちょっと実行してみてください。特にね、 もう半年過ぎたんですよ。なので、パワーアップしていきたいじゃないですか。っていう時に、浄化と感謝のダブルのね、ヤギ座満月が来てるっていうことが意味があるっていうことなんですね。なので、ぜひぜひしてもらったらいいと思いますじゃあ、ちょっと、えー、おさらい予くね。ヤギ座満月、7月21日、19時17分。ね。えー、6月に続き2回目の満月。 です。スペシャルな満月。そして、この満月は何をするかって言ったら、自分のキャリアの見直し、自分の目標の見直し、もし目標を見直して、ピンチやなと思ったらピンチはチャンスになる。チャンスは必ず、ブレイクスルーのチャンスになるよっていうことを意識してください。そしてですね、満月にすること。満月は浄化。満月は人間浄化ブロンに入る満月水を作る。 空間浄化をする。お香で、お香ですよ。お香でする。パーストの浄化をする。ね。お財布と診察の浄化をする。っていうこと。ね。そして、それからですね。感謝をするということをしてみてください。本日も YouTube お聴きくださりありがとうございました。この YouTube が良かったと思ったら、高評価ボタン、いいねをよろしくお願いいたします。 そして YouTube 登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いいたします。今日も皆さんの素敵な一日でお過ごしできるようにお祈りしています。では今日もありがとうございました。失礼いたします。さようなら。